ロイ・バビントンは、ロックおよびジャズベーシスト。カンタベリーシーンのプログレッシブロック、フュージョンバンド、ソフトマシーンのメンバーを務めたことで有名になった。バビントンは1958年に、地元のジャズバンドで、ダブルベースを演奏し、音楽的キャリアをスタートした。17歳の時、アバディン・ビーチボールルームで、ザ・レスリー・ソープ・オーケストラと共に、エレクトリックギターを増員し、 ダブルベースのポストを担当することになったのだった。そこで彼は周りを読み取るスキルを磨いた。1969年、ロンドンに移り住んだ後、フィル・ミラー、ピップ・パイル、ロル・コックス・ヒルと共にカンタベリーシーンを形成する、ルーツの一つであるバンド、デリバリーに参加した。また、マイケル・ギブスやキース・ティペットグループのようなジャズ、フュージョン・ミュージシャンと一緒にセッション・ミュージシャンとして、 働き始めた。彼らの作品やグループでは、アルバム、デディケ t テッドーー・ to you ビッグバンドプロジェクトのセンティピード、ディーンのアルバム、ジャスト・アスに参加している。キャロル・グライムスとの、フールズ・ミー・イティングというアルバムの発表後、1971年に、デリバリーが解散した時、バビントンは、ニュークリアスに加わった。また、アレクシス・コーナー、フォークシンガーのハー・ベイ・リュース、 マイクラボ、クリス・スペディングのアルバムに貢献した。そして、シュンゲ、ソリッド・ゴールド・キャデラック、オバリー・ロッジといったバンドの非常勤メンバーだった。ソフトマシーンのアルバム、4、5という2作品で、すでに、エレクトリック・ベーシストであるヒュー・ホッパーに追加して、ダブルベースパートの演奏を提供していた。彼は、ついにアルバム、7のリリース時に、正式なバンドメンバーとしてホッパーと交代で加入した。 バビントンはバンド在籍期間を通じて、6弦のフェンダーベース6を使用した。アルバム7に加えて、彼の演奏は、アルバム BBC ラディオ1971から74、収束、ソフツラバーリーフなどで聞くことができる。当時のバビントンのファンクとロックを感じさせる、エレクトリックベースの演奏は、カール・ジェンキンスとジョン・マーシャルが作り出す。 フュージョンバンドとしてのソフトマシーンのコンセプトとうまく調和していた。ソフトマシーンを去った後も、バビントンは、バーバラ・トンプソンズ・パラフェルナリア、インターコンチネンタル・エクスプレス、そしてピアニストのスタントレーシーが率いる、様々なバンドと演奏しながら、英国のジャズシーンで活躍し続けた。1979年、ジュディツークのアルバム、ウェルカム・トゥ・ザ・クルーズに参加した。 1980年代と1990年代には彼のルーツであるダブルベースと純粋なジャズに立ち戻り、ジャズハンドブレーキと音楽界から敬愛される存在として知られるようになった。またエルビス・コステロ、キャロル・グライムス、モーズ・アリソン、そして BBC ・ビッグ、バンドとも共演した。2008年にソフトマシーン・レガシーで客演し、2009年に 彼らのエレクトリックベーシストとして、ヒューホッパーの後を引き継ぎ加入した。バビントンには、ニコラ・バビントンという名前の娘と、ギャリー・メリーとニック・バビントンという息子がいる。ソフトマシーン・レガシー。ありがとうございます。